すごい。これ全部絞り。こういう立体感、もう木もこのままこれほどかんとね、絞りを巻き縫い締め絞り。これは小帽子絞りですよね。これ雪がこんもり積もってるように見えるでしょ。こんもり積もってます。皆さんこんにちは、バーチーチャンネルです。本日はいつも YouTube を見てくださっているフォロワー様より、こちらの京都絞り工芸館がとっても素晴らしかったので、ぜひバーチーチャンネルで紹介してほしいとリクエストをいただいたので、私行ってまいりました。あのね、ちょっと映せへんからね、どういうの映したらすぐ真似しやん。そうそうそう、真似しんといて。だからこれなんかでも、あ、素敵な傘やわ。これシルクですよ、もちろんね、全部映したかね。これ裏も、裏もこれ。え、これ映していいんですか。あかんな。え、これ映していいですか。かわいいね。いやー、すごいな。これ半幅帯です。あれ、そうやな、これ絞りで作ったら立体感が出て絶対面白いな思ってね、それでこれね作り出したんですよ。なるほど。そしたらこういうね、こういう立体感、もう木もこのままこれほどかんとね、絞りを巻き縫い締め絞り、これは小帽子絞りですよね。そしてこれは折り縫い締め絞り、平縫い締め絞り、かのこ絞りと、まあ、いろんな絞りが入ってるわけやけども、こうして立体感を持っていくとすごくいいものができるわけや。なるほど。で、これはね、あの絞りの種類によって職人さんが違うんですか。うん、そう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 、みんな違います。なるほど。だからこれなんかでもね、これ雪がこんもり積もってるように見えるでしょ。こんもり積もってますね、うん、こんなん絞りでないと出ない味なんですよ。だからこれもどういう絞りをこういう中に入れたらこういう感じになるかいうことをいろいろ考えながら、こういう絞りの職人さんと一緒にこれ作り上げていく。なるほど、うん、すごいわ。ちゃんとだからこっちの方がね。でも全部見せたらつまらんから、うん、みんな来た時に見てほしいから、うん、あんまり写さないように。こういうこのちょっと陰影を持たせるとね、立体感がより出るでしょ、はい、これなんか。あ、こちらですね。うん。あら、四日市。これね。うわあ、すごいわ。すごいわ。すごいでしょ。動画で撮ったらより。うん、すごいでしょ。うわ、すごいわ。これ傘追いかけて走ってはんのかな。傘が飛んでいったん、ね、風で、ね、うん、すごい。で、傘追いかけてんねん。すごいわ。全部いっぱいある。あっちの部屋あるんですか。こっちの部屋はね、これはね、もともとね、私のとこが、うん、まあ、いろんな人とのあのコネがあって、インドネシアの、うん、あの国立の大学と、うん、それから国あのジャカルタ、インドネシアのジャカルタの国立の博物館、美術館と、うん、私の姉妹館なんですよ。そうなんですね。うん、で、私らが教えた人がこうしていろんなものを作ってきてくれるんです。で、これもやるし、これ終わったらすぐアメリカの人の、はい、あの学生たちがここで学んだことの作品発表会もやります。素晴らしい。いろんなとこ、こんな小さいとこやけど、うん、ちょっと使ってもらってる。じゃあ期間によってどなたの作品になるかはお楽しみなんですね。うん、それもわからないし、ここに飾る作品も違うわね、うんうん、みんな。あ、ちゃんと作品も売ってはるので皆さん買ってください。すごいわ。これがすごいよ、これ、これがすごいわ。これがすごいんだよ。どうすごいんですか。これはもうこの絞り見てもだわかるけど、ね、うん、むっちゃくちゃ細かいでしょ。むっちゃくちゃ細かい。これも55年ほど前にいた職人さんが絞ったので、今なんてこんなんもちろん絞れへんけど、そうか、すごい絞りですよ。そうか、細かいですね、本当に。もうこんなもん、このちっちゃいこの点、うん、この点、これ糸巻いて絞ってあるんですよ、ね、めちゃくちゃ細かいね。ああ、めちゃくちゃ細かい。めっちゃ怖かった。
この辺はまだ今でもできるんです。うんうん、もうこの辺になるともう今全然できない。そうですね、これも、こちらも、うん、こっちもね。そうか、さっきの雪景色ですね。値段見とこない、ま、気に入ったら買ってね。いやすごいわ、すごいわ、ありがとうございます。あ、館長さんめっちゃ若い、この時。いや、それは前やもん。それはコロナ前の、もう一つ前やもん。いや、今も若いけどめっちゃ若い。だって60歳からされて20年で言ったことね、さっきね。いや、ありがとうございます。あの8分ほど見せるんですよ。あ、そうなんですか。そ、うん、の時にはこうして英語もあれば日本語もあるし、フランス語もあれば中国語もあるし、タイ語、韓国語、インドネシア語、ロシア語、スペイン語といろいろあります。すごいですね、いろんなところから。こういうのは全部世界中からここに来られるんで、うん、そうなんですか。それに対応してこういうの。どうぞよろしくお願いいたします。館長様、わざわざありがとうございます。なんか素敵なやつつけたはって、これ、うん、かわいい。すごい。これはね、ちょっとこの下の体験で教えたアメリカ人がね、はい、あの作ってね、あのコロナ開けて持ってきてくれたんですよ。いや、そうなんですか。ここで学んだことを自分でやって、自分でやって勉強して、すごいですね。で持ってきて、まあそういう人多いんでね。この前はフランス人のね、はい、あのテレビで2時間番組やりましたけど、はいはいはい、あのすごい人がみんな来てくれてます。ありがたい話ですね。わ、すごい。ここはいろんな絞りの、そうよね、道具というても、はい、まあね、あの絞りの機械といえどもこれで道具やから、ね、はい、手作業ですよね。手作業やからみんなね。あ、すごいな。こんなとこ撮ってたら終わりませんね。行きましょうか。どうぞ、こちら行ってください。はい、ここが美術館になります。すごい。これ全部絞り。すごい。全部絞りですよ。すごい。はい、どうぞお座りくださっても結構ですし。はい。いやー、すごいわ。あ、あのご説明いただいたら。はい。これがあのそこの YouTube でも出してるんですけど、はい、あのこれが秋の景色やね。はい。京都の東山の栄冠の中央院広大家坂の塔を、すごい、これ全部絞りで作って、だいたいこれで2年ちょっとかけてね。職人さんも分業ですから50人ぐらい、はい、あ、そうなんですか。職人さんがこれに携わってくれてます。本来はこれね、春夏秋冬と、うんうん、あの4つ作ってます、うん、春はあの丸山公園のしだれ桜、うん、夏は大文字五山の送り火、うん、で秋はこれですね、うん、冬は梅完売ですね、うんうん、それをこの10年がかりで作りました。まあこうして一つずつ季節ごとに出す時もあれば、うん、4つとも四季全部をあのここで展示させてもらう時もあるし、まあいろんな形でね、こういうものを見ていただくことで、もうこれからはこんだけの絞りってできないんだよね。なんか今も絞れなくなった絞りが出てきてるって聞いてるんですけど、うん、ね、そうなんですか、うん、今特にやっぱりもう最近絞れなくなった絞りとかってどういう絞り？いや、もうそれはみんな高齢者ですからね、みんな70以上80、はい、うん、やっぱりその方が仕事を辞められたりお亡くなりになったら、その技術がどんどんなくなっていくのは事実ですよね。そうなんですか。この中でもう絞れないものってありますか？この中でね、いや、この中でというよりもこんだけのものを絞る人はいない。なるほど。それはこんだけ色をね、ずっと色が変わってね、はい、うん、これやって染めてあるんですけど、うん、あの帽子絞りとか、うん、桶絞りとかね、うん、そういう、まあ帽子絞りでも小さい帽子、小帽子絞り、帽子絞りってどれになるんですか？
すいません。これが小帽子絞り、小さいかな。小帽子、うんうん、へえ、大きい帽子絞り、うん、まあ、大きな、この辺が中ぐらい。あ、そうなんですか。中帽子絞りね、この辺ね。で、また大きな、この辺まで大きいですしね。で、そして、そういう帽子やとか、それから、うん、この全体はの、はい、この空やね、グリーンのね、はいはい、これなんかは桶絞り。へえ、うん、そうして、まあ、いろんな絞り方があるんだけども、なったらその技術が今でも継承されてるかいうと、うんうん、なかなかそれも難しいことでね、職人さんはいてもなかなかできない部分もあるし、うんうん、でもちろんこういうとこにこれは折り縫い締め絞りという絞り方ですし、はいはい、これは平縫い締め絞り、ね、これはこの辺にこれは巻き縫い締め絞りとかね、うん、それからまあ、いろんな鹿の子ね、はい、手絞りとかね、まあ、いろんな絞り方があるけども、それから今もう絞りのする人がいなくなったようなんて言うたら失礼なんで、申し上げませんけども、はい、やはりその中で技術がどこまでついてきてるかね、うん、そういうとこじゃないですか。私ももともとこういう仕事してたんですけど、はい、今から20年ちょっと前に、はい、60歳の時にね、はい、京都の同志社女子大の方からね頼まれて、はい、でまあ学生を教えるようになったんですけどね、まあ、その時までは私も絞りの着物を作ってね、うん、着物を作って、そしてまあ、ね、悪い言い方して悪くもないか、悪くもないか、 お金儲けしてた、はいはいはい、それはお金儲けしてください、うん、だってそれだけの技術があるんやから、その時に、うん、学生たちに、うん、この絞りの将来はどうあるべきなのかと、うん、今後この絞りをどうつないでいったらいいのかという、うん、まあ講義をしますよね、うん、そしたらまあ、言うてることと私がやってることとは、うん、やっぱり段差がある、うんうん、やっぱこれから守らなあかんのは職人さんであり、うんうん、我々がただ打ってお金儲けるだけが仕事じゃないわけなんでね、うん、じゃあなったらどうしたら職人さんたちを守っていけるんでしょうかと、うん、まあ、今までやったら着物という一つの小さな世界だけで、うん、やはりこの絞りっていうのは生きてたけども、うん、これではいかんと、うん、まあこれをもっと大きく広げて世界中に広げていかなあかんのちゃうかなというようなことがあって、うん、まあそんな話をしたり、うん、でやっぱりそのためには今その当時世界にどこにもなかったこの絞りのいつ来ても見える場所を作らないかんなと、せっかく京都という大きなテーマパークがある中で、はい、絞りの見るとこがどこにもないと、これではいかんなということで、でまあ商売そっちの方の商売全部やめちゃって、うん、でこれ美術館に立ち上げたんですよね。そうなんですか。なんか私京都市さんとのなんか施設なんかなって勝手に思ってたんですけども、うん、違います。個人でされてるんです ね会社として、うん、そうやったんです。そやから全然儲からんと赤字ばっかりですよねえとか言って、美術館ってそんなもんでしょ美術館で儲かんねやったらどこでも美術館やるけど、もう美術館と儲からへん境に国の国立の美術館があったり、うん、京都府の美術館があったり、うん、市の美術館があったりみんなするわけで、うんうん、ここはもうまるっきり、その代わりこんな狭い美術館、いえいえいえ、素晴らしいです、うん、本当に。ただ私はここへ来てくれた人にはもう全て、うん、お客さん大事にしてやって、うん、今までまあ20数年来ましたんでね、はいはい、おかげさんで、まあ、人気も出てきたし、いや私も着物が大好きで、中でも絞りはすごい好きなんです、はい、で個人的にもこちらには何年か前にお邪魔させていただいてるんですけども、はいはい、普通のお客さんとして絞り工芸館になってから、はいはい、あ、そうなんですか、はい、で知ってたんですけども、はいはい、私のフォロワー様ね、私の YouTube とかを見てくださってる方が、うん、ここはすごい素敵やから行ってほしいっていうね、うん、お声をね
あの何人かいただいて、あ、そっかそっかと思って、うん、今回ちょっとね、あのお邪魔させていただいたんです。はい、それはありがとうございます。はい、あのね、とりあえずあの私の考え方としては、こうして今まで絞りってずっとね、うん、だん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 こうあの着物をお召しにならない人が増えてきたんで、うん、だん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 職人さんも減り高齢化していった、うん、そやけどこれを解決するのにはどうしたらいいやろうとした、うん、考えた時に、うん、まず一番大事なのは今いる職人さんを守っていくことが大事ですよね、うんうん、はい、それには何をしたらいいのかいうことは、できるだけ仕事も与えていってあげないかんし、うんうん、ね、新しいものづくりもしてもらわないか、はい、でその人たちが亡くなった時に絞りの作品が全てなくなってしまったら、うん、何の意味もないんで、うん、実は50年以上前からこういうものを私は作ってるんですよ、うん、それからこんな売るもんでもなければ、うん、これでお金儲けするわけでもないわけ、うん、ただやはり次の世代にこういうものを残して、うん、昔こういう絞りがあったんだと、うん、素晴らしい絞りがあったんだぞ、うん、っていうことをやはり保存して残していく、うん、あ、お顔出してもらっていいですか。いや、初めからここに座ってもらったらよかったわ。かっこいいお顔が全然見えへんかったし、あそこ真っ暗やったから、うん、いや、そこに座っていただけたら。その方がいい。あ、いいですわ。よっしゃ。じゃあ着物をこれからもどん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 作り続けていいのかと。まあ正直着る方がどんどん減ってきてる、うん、それやのに着物を作っても、うん、これまだなかなか流通に乗っていかない、うんうん、それやったらもっと日常生活の中に絞りがもっともっと取り入れられるもの、そういうものを作っていく必要があるんちゃうかなと。だから職人さんと一緒になってですね、じゃあ今何が必要なんだと、今の日常生活の中にどんな絞りが溶け込んで、それが皆さんの賛同を得るんだろうかと、まあそういうことをいろいろ考えながら、次のものですね、新しいものを作っていく、うん、これは今の職人さんにやってほしいことで、今現実にそれはやっております。すごい、ね、その次に第3番目は、うん、これは、今の大学生とか、それから留学生、そういう方々にここの、美術館は全部無料開放してます。もちろんここにある置いてある生地とか染料とか道具とかから、まあ、作品も全部好きなように持っていけと。でこの3階のに学生の部屋があります。でそこで授業が終わったら、うん、好きなようにうちおいでよと。でうち来て何をしてもいいよと。ただし私らはあなたらが教えてくれ言うまでは教えない。自分らでここに来てるお客さんたちの話を聞き、うん、そして我々がここでやってる仕事を見て、で自分らがこういうもので何か新しいものを作れないんだろうかと、未来の世界に通じる絞りをここで作ってほしいと、うん、いうことで、まあ、やりだした。すごい。でまあそれもね非常に成功しましてね、はい、舞台衣装とか、うん、子供たちの新しいファッションとかいろんなものに今使われてますね。それからそれもはこれから未来に向けて必要なこと、うん、で先ほど言ったのは今の職人さんをどうして導いていくかと、うん、それからもう一つはこういうここにあるようなこういうものをね、うん、作って次の世代に、作品を届けていくか、うんうん、こういうことが我々のやらなければいけない一番の原因ちゃうかなと思って今は我々はやってます。今日来てよかったです。いや、いや素晴らしい考えでされてるんよ。ね、やっぱりね、ものをやるときはやっぱりそういうなんか方針的にね、はい、やらないかんし、素晴らしい。まあまあ、もちろんこの20年の間に、はい、私の思い違いもたくさんありました、うんうん、やってみないとわからないことってありますもん ね、うん、まず私もこの美術館なんてもちろんやったことないんで、うん、
まあどこの美術館見に行ったわけでもない、どこの美術館行ったってお金さえ払ったらほっとかされて、何が何やさっぱりわからんうちに出てくるっていうのが多いんですけど、まあここは必ずスタッフが一人ついて、で納得できるまで質問にも答えるし、それからいろんな技術も紹介するしというようなことをね、やりながら、まあ、地道に積み上げてきたというようなことなんですね。ありがとうございます。ね、ちょっと映せへんからね、どういうのは映したらすぐ真似しやがる。そう真似しんといて、うん、そうね、だからこれなんかでも素敵な傘やわ。これシルクで総絞りなんですけど、もちろん染料も全部違いますよ。こっちだけ研究者の染料で染めてるんだけど、こういうなんがね、こういうのやったら一般の人も絞りっていうことでなしに来てくれるし、使ってくれるでしょ。私ね、思ってたよりお値段がね、そらそうですよ、こんなんデパート行ったら10万円ぐらいしますよ、ね、ここはその職人さん直やもん。こんなとこでうちの呉服、屋さんみたいな値段で売ってたら、それこそ品種買えますやん。ここは職人さんと一緒にやってるとこやから、ちょっと桁が全然ちゃうことびっくり。これはね、本気ね、これかっこいいね、これ私これ気に入りました、うん、これはあそこの加賀のね、本気、本気パックを今金値上がりしてますよ。ああ、困る、ね、次何本なのわかります。いやすごい。それはこれなんかでもね、こんだけこれ絞り、こんだけ絞り、これは写していいですか？え？こんな商品は写していいですか？まあまあいいけど、これな、喋らんとこ。はい、どうぞ。いやこれな、やっぱり4ヶ月ほどかかるわ、絞るの。そうですか。シルクでね。でこれバッグにして、で2万5000円やからね。あ、言うた。言うたし写しとこう。ちょっと後ろの傘写らんようにせなんか。そやからやっぱり職人さんとしてはこういうのがやっぱ、売れることが次の仕事になんねんからね、それはすぐ現金入ってきたら一番嬉しいです、ね、だからやっぱり仕事することが一番だね、いやこのバッグも素敵やわ。だからこういうバッグもどこにも売ってないですよ。ああ、これはじゃあここに来ないと買えないですね。だから全国からここへ、東京から新幹線乗って、日傘だけ買いに行ける。それでも十分お安いから、この前の仙台から5回行けはる人あるから。いやーすごい。これは藍染めやね。あー素敵、これだけはいいで、ここら辺はいいですか？まあまあね。うわーすごいわー、すごいわー。これなんですか？それはすくも愛のあれね、草やね。すごい。すごいわこれ。ああすごいわ、これすごい。ああいっぱいいろいろ、カバンもあるし、傘もあるし、バッグもたくさんあるし、ストーリー、ストーリーもショールも。何でも、 T シャツも全部見せてあげ、レンも全部見せてあげたいけども内緒。T シャツでもこんな T シャツあるし ね、こんな変わった変な T シャツ。いやでも本当に唯一無二の1枚だけのね、柄が、サムネもあるし、何でもあります。いやすごいわ、これなんかも死ぬまで、この柄だけ、で他の柄は絞らんでもいいよと、この細かさ で、でさっきの風神雷神でもね、もう仕事なくなってきたし辞めたい言うたから、まあ辞めんと国宝絞っといたら絶対ね、いつかは日の目見るから、あれを絞ってくださいと、その代わり死ぬまで同じもの絞ってくれと、その代わり最高の技術で絞ってください言うて、あれを絞ってもらう。だからやっぱりそういうことにせんとね、この柄をしたりあの柄したりっていうと、やっぱりどうしても手が荒れたり、するんで、もうこの柄と決めたらその柄だけ絞ってもらってると最高のものが出来上がる。なるほど、それが大事やなと思ってるね。それをずっと突き詰めるんですね。ずっと
うわ、これはすごいわ。おじばんもね、すごかったけどね、これ撮影できひんからちょっと優香ばっかり映してるけど、でもお話だけでもね、届けたいと思って、でもここに来たら実際に見れるし、説明もねしてもらえるから、うわー、そうか。もう今はね、そうやね、外国の方、ヨーロッパ、アメリカがほとんどですよ、オーストラリアとね。いやでも日本人の人がこれを見ながら、本当は来てほしいんだけどね、日本人よりも外国人の方が多いですね。で、値段がね、めちゃくちゃ安いのでね、これ半幅帯でリバーシブルでこの値段、そうですよ、両面使えて、両面使えて、これなんかね、これよいしょ、これすごいツヤツヤよ、これなんかね、これあるでしょ、これシルクですよ、もちろんね、全部映したかな、これ裏も、裏もこれ、え、これ映していいんですか、あかんな、まあ、もう次値段変わるとか、あ、ほんと、え、これ映していいですか、かわいいんだよ、いやー、すごいな、これ半幅帯です、リバーシブル、これあ、ほんで、あのあれやね、薄くて使いやすそう、使いやすいですよ、まあ、これもね、私これがいいな、もうね、染め台もみんな高くなってきたしね、うん、あ、そうですよね、やけどもここは、うん、あの高くなったら次入ってきたやつが高くなったら高くなるだけで、今はこの値段、今までのやつはもうそのままの値段だよね、あ、優しい、優しい、もうだいぶ出ましたね、うん、内緒の話やけど、いや今映してるけど、内緒の話はせえへん、うん、ほな一回ちょっと切って、これ、あ、これなんかすごいの見つけた、これ有松で、これでこれの大きいやつでプロの人が絞ったはったけど、え、こんな絞りのミニ台があるんや、すごい、これも館長さんが作らはったんですか、うん、僕作ったわけじゃないの、うんうん、え、でもこれを、いやでもこれを商品として出そうって決めはったの館長さんでしょ、まあまあいろいろね、すごい、もうちょっとここにあったこのオカリナも売れてしまったけど、うん、あ、そうなんですか、あの例えばオーストラリアの木の持ち込みが禁止されてるとこは、うん、この金具だけを持って帰ってもらうとかね、でこうやって自分が家に帰ってから組み立てするんですね、そういうのやら、いろいろやっぱり国によってね、必要な、そうですよ、土とか木とかね、持ち込んだらあかんところがあるから、え、これまた入ってきます、この絞り道具セット、まあね、道具が最近なくなってきたんでね、うん、あ、これやってね、こういう、あ、そうか、うわー、すごいなー、すごいなー、すごいわ、もう売り切れ、うわー、すごい、これは何の絞りの機械ですか、これ小帽子、小帽子とか中帽子、大帽子絞りをしたり、かさ巻き、縫い締め、そういうものもみんなできます、これで、ね、一つでね、すごい石ついてある、これはそれからこうガーッと力入れてここでガーッと引っ張るから、これにこうしたら普通こう起こって起きてくるから、はいはいはい、石で重しした、こういうのも自分で使いやすいように、そうそう、全部職人さんが作るはるんですね、自分で作る、すごい、それからこんなんでも、なんか釘を、で曲げて、こなしてるけど、もう何回もこれ取れて、つけて取れてつけてってやってはるんですよね、そうやね、でこれがこうして大事なもんやから、ここにこうしてケースこうして貼れ、そういうことか、うん、でそっち側は向こう側、あ、なるほど、これをこっちに、そうそうそう、あ、なんか入れ物かと思った、あ、大事にしたかったんですね、ここもなんか針刺したかったのかな、そうやね、そういうの針もそこに使うし、あの上にはあの包丁、木やから突き刺して、で糸切るときスッと切るとかね、まあいろんなやり方しかします、その人人によってみんな違うからね、うわ、ありがとうございます、着物 YouTuber のひぐまさん、とってもコーデが素敵、バッチリ決まってますね。
またいつかヒグマさんにお会いできる日を楽しみにしています。おしゃくみさん、ちょっと髪の毛乱れてて着物サローネで大興奮した様子が伝わってきました。お疲れ様でした。真田ひものえなみさん、楽しいお人柄が大好きです。またお店に遊びに行かせてください。こちらのバーチー京都のチャンネルは着物が大好きで、着物生活3年目の私に起こるリアルな出来事をシェアしています。次回の動画はずっと憧れている黒柳徹子さんの玉ねぎヘアに挑戦していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。